山城慎吾。俳優、映画監督、テレビ番組の司会など幅広い仕事をこなしてきた山城慎吾。だが実は誰もが知っているあの言葉を流行らせた人物でもある。それはちょめちょめ。山城はテレビ番組アイアイゲームで司会を務めていたのだが、番組内の伏せ字の内容を考えるゲームで、伏せ字のバツバツをちょめちょめと読んだことでちょめちょめという流行語を作った。山城慎吾、本名渡辺康次、1938年11月10日京都府京都市上京区出身。京都府立山城高等学校を卒業。父は開業医で母は看護師。高校時代は医者だった父親の影響か、医者になるために医大を目指す。大阪医科大学、関西医科大学を受験したのだが合格できなかったために医者の道を断念する。その後は時代劇のスターに憧れる。小学校時代から映画が好きで、メモを取りながら映画を見ていたほどであったという。エキストラを務めた後、俳優を発掘するオーディションである東映ニューフェイス第4期に応募し、1957年には東映に入社を果たす。東映の同期には佐久間芳子、曽根晴美、室田秀夫などがいる。1958年に映画「台風」でデビュー。翌年にはテレビ時代劇の風小僧で初となる主役を演じる。先輩の俳優から乗馬を覚えておけ、馬に乗れるようになれば東映は時代劇が多いからどこかで使ってもらえるとアドバイスを受け、乗馬をできるようにした。その結果、1960年にテレビ時代劇の白馬童子で主役を演じることとなる。子供向けの時代劇だったため、これを機に子供たちの人気者となった。また都会派なかっこいい顔の青年が白装束で白馬にまたぐという姿から大人からも人気を集める。白馬童子のヒットによって東映の中ではかなりの人気を誇ることになった。視聴率が 30% を超えたほどである。だが他の俳優や映画監督などからの嫉妬からいじめにあってしまう。この頃の映画界は全盛期で、テレビ界は黎明期であり、テレビの仕事をする俳優は二流だと認識されていたのがいじめの原因である。そこから山城慎吾は脇役に甘んじることになる。そんな山城慎吾だが、芸能界に入った理由として女とやれるから俳優になったと言っており、様々な女性に手を出していた。芸能人のみならず一般人などにも手を出しており、娘の同級生と肉体関係を持つほどまでに女性関係が派手であった。実際のところは山城からの一方通行な片思いだと言われているが、自分のファンだった女優の早乙女愛を口説き落として自ら監督を務める映画「メネコ」に出演させた。成人映画である日活ロマンポルノと呼ばれるジャンルの中では歴代で売上3位になるほど人気となった。私生活では1985年に女優の花園ひろみと結婚。2人は第4期東映ニューフェイスの同期であり、共演したりして親しくなる。しかし1985年に山城慎吾の浮気癖に我慢できないという理由で1985年に離婚した。さらに1991年に2回目の結婚をするが、1999年にはまた離婚してしまう。1963年を境に東映は時代劇から現代劇へと移り変わっていった。それを受け、時代劇ではなく数多くの任侠映画やギャング映画等に出演し、現代劇で活躍するようになる。1968年には不良番長シリーズでナンパな役を演じる。さらに同時期に成人映画である東映ポルノにも出演する。強い個性を持ったキャラクターにイメージチェンジする。1973年の「仁義なき戦い」などで再び話題を呼び始め、ジャンルを選ばずに作品に出演する様からミスタープログラムピクチャーと呼ばれた。山城慎吾が演じた役はヤクザ、無口な職人、市民、刑事などかなり幅広かったのだが、どの役であってもかなりの存在感を見せるほどの演技力であった。私生活でも時折破天荒な行動を見せ、暴力団組長の娘の結婚式で仲人を務めることになる。その際芸能リポーターが問題だと集まったのだが、山城は父親がヤクザの娘は幸せになってはいけないのかと反論したのだという。また3年ほど干されてしまっていた時期があったのだが、吉田豪がインタビューで
海外で銃を買って帰ったためと語っている。1970年代からテレビでも活動するようになる。多くのドラマの主演を務めながらバラエティ番組などに出演、司会なども演じており、作家の小林信彦からは人間離れした話術と称賛されるほどであった。毎日放送のバラエティ番組スター漫才選手権にゲスト出演したことがバラエティに進出するきっかけとなった。口がうまく下ネタのギャグを飛ばしたりなどの芸で当時のファンを驚かせた。ちょっとエッチなおじさんで口がうまいというキャラクターはこの時から始まった。またサンテレビの火曜洋画劇場で司会を務めたり、東京12チャンネルの木曜洋画劇場で映画解説者を務めるなど映画評論家としても活躍した。だが1977年に放送されていた独占男の時間の最終回で東京12チャンネルのことを批判、それが原因で木曜洋画劇場は降板となってしまった。山城は面倒見がよく、映画仁義なき戦いでは共演者たちのバラエティ進出を支援していた。1976年に公開された敵屋の石松に出演後、東映を退社しフリーとなる。東映に愛着はありますが、僕を受け入れてくれる要素が少なくなってきた。思い切ってフリーになって新規巻き返したいと語った。その後は俳優としてだけではなく映画監督としても活躍するようになる。映画監督として手掛けた作品の中にミスタードンベイというものがある。山城はドンベイの CM に川谷拓三とコンビで出演したのだが、多くの間一般人から親しまれ、かなりの人気からミスタードンベイという映画が作られるほどだったという。ミスタードンベイの他にヤクザ道入門、本日はまたまた休止なりなどといった作品を手掛けた。1989年に有名な芸能人らとトムソーヤ企画という映画プロジェクトを立ち上げ、第1回目の作品として先生を公開する。しかし先生は興行収入的に失敗となってしまう。それを受け損失を埋めるためにバブルスターの CM に出演した。1990年までは様々なテレビ番組の司会を務めたり、クイズ番組に出演していたりなどした。クイズマネーイズマネーで司会を務めたり、クイズひらめきパスワードで2代目司会者を務めたりした。2005年12月25日、日本テレビのいつ見ても波乱万丈に出演し、糖尿病であることを告白。糖尿病になってからは痩せてしまい、テレビ番組への出演は控えるようになった。2007年、朝日新聞によると糖尿病がコントロールできていて、容姿も元に戻っていて芸能界へ復帰する意欲も示していた。山城慎吾の父は糖尿病で亡くなっていたらしく、自身の糖尿病は遺伝のものだと語った。2008年、週刊文春9月4日号にて老人ホームに入居して老後を生活していると報道された。そこで芸能界に戻る気はない、みんな自分のことを忘れていると述べた。妻子に捨てられてしまい、体は老け病気で衰えている姿を見られたくないと旧友の芸能人らの見舞いを固く断った。また老人性うつ病や認知症なども患ってしまっており、芸能界への復帰は困難であった。2009年8月12日、午後3時16分、東京都町田市の老人ホームで肺炎で死去。享年70歳。喪主は山城慎吾の代わりに医師になったということで、実定が務めることとなった。同年の10月9日に梅宮達夫、松方弘樹らが発起人のお別れの会が開催され、さまざまな芸能人、有名人など136人が出席した。ありがとう、山城慎吾さん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら大変喜びます。